はい。林智文と申します。S101123 っていう、まあ、GitHub だったり Twitter ではやってます。CNI for Beginners という、題目で発表させていただきます。スライドの右上の方に、このスライドの URL を、置きました。まあ、見ていただければなと思います。今日の、アジェンダです。CNI for Beginner、つまり初心者のための初めての人の向けの CNI の説明ということで、CNI の概要、CNI ってそもそも何なのかとか、CNI って何をするものなのか、そういったところをお話しして、その後、じゃあ CNI ってどうやって、使われて、どんなソフトで使われるというか、またそれを設定する必要がありますよね。で、その CNI をどうやって設定するのか、こういったところをちょっとしっかりと説明して、最後に簡単ではありますが、CNI を使ってみようっていうのをちょっと説明していきたいなと思っております。で、初めに、CNI って何、CNI って何をするのという CNI の概要の方を説明していきたいと思います。まあ、全然関係ない話であれなんですけど、先日、アルテルさんっていう、なんか、ラトビア人って外国の方ですね。その人がツイッターでこういうこと書いてましたと。ラトビア人、しっかりと、まあ、姓の読み方、多すぎて死亡しました。こう、日本人的には読めますよね。まあ、生米は生と読み、同じ漢字でも生きると読み、生活、生、愛、なり、そう、ふ、生贄の池もそうですね。弥生の生。羽生の入。どうして日本人の皆様これ全部理解できるの？忍者でしょ？みたいな話。まあ、それと同じように、日本の二はアホみたいな感じになっている。日本の二は二と読んで、かと読んで、につ、じつ、たち、た、て、ゆ、みち、び。もうこれって本当によ外国人からすると同じものをなんで違う読み方にするのか。わからないってよく言われますね。で、日本人は、じゃあどうしてるのっていうと、僕らは文脈っていうもので大体読んでます。つまり、そうですね。例えば、その友達とかの話で、これとってのこれっていうのは、今までそこまで話してきた言葉の内容、行動の所作、その環境、そういったものによって、これが決まります。これがあって、プログラミング言語っていうのはそれを許容しない。つまり、文脈、固定するっていうことをしなきゃいけないとか、そういう話もあるわけなんですが、ここではそうではなくて、要するに、我々は文脈というものを持って、必ずそれによって言葉の意味が決まっていくと。そういうのが、まあ、日本語にはあるわけですね。CNI の概要で、これも実はそういうものが見えます。CNI って何なのか。まあ、説明のところ、説明と言ってるのは、僕の発表の説明資料の中では、CNI とは、コンテナにインターフェースを追加するためにプラグイン機構を提供すると書いたんですけど、これ一体どれだけあるのかっていうと、はい、5つ。プラグイン機構を提供するプロジェクトの名前であり、そのプロジェクトが持っているソフトの仕様であり、CNI プロジェクトで開発しているライブラリーであり、CNI プロジェクトで配布しているプラグインソフトであり、プロジェクト外の人が開発配布しているプラグイン。まあ、大体その CNI って誰かが言ったところで、そのあたりって何を指すのかなっていうのをこう、僕の中で独自で調査した結果、大体この5つが来ました。何言ってんだかようわからない。まあそうですよねって。僕もようわからん話なんですね。まあ一つずつ説明していきたいと思います。で、先ほど言いましたように、まあ実際の日常の話 CNI って出てくるとき、それはその5つのうちのどれかっていうのは、まあ文脈を見て、後ろで、その前までどんなことを話してたかで考えていくっていう必要があるわけですね。じゃあ、まあ最初にプロジェクトの名前としての CNI を説明していきたいと思います。プロジェクトの名前としてあるのは、まあ CNI です。これは CNCF、まあ皆さんご存知のクラウドネイティブコンピューティングファウンデーションさんが管理しているプロジェクトの一つです。プロジェクト、CNCF が管理しているプロジェクトには、サンドボックス、インキュベーティング、グラデュエート、成長の過程に応じて名前がついています。CNI についてはインキュベーティングプロジェクトの一つとなっています。CNCF でホストされた時期っていうのは非常に早い。2017年5月になっています。で、もともとこの CNI っていうのはどこから出てきたのっていうと、CoreOS、まあ、レッドハットが、弊社が買収した、会社ではありますが、そこがもともと、作っていたフレームワークとなっておりまして、ロケットっていう RKT と言われるコンテナランタイムで使われていました。それがまず一つ目ですね。で、あと GitHub か。
その CNI プロジェクトは、GitHub のリポジトリを持っています。github.com コンテナネットワーキング。ここに行くと、この CNI プロジェクトが持っているすべてのリソースが大体見えるということになっております。次。はい。CNI プロジェクトで管理しているソフトの仕様。まあ、英語で言うところのスペシフィケーション。まあ、あと、通称だったらなんかよくスペックとか言いますよね。そういうところの仕様の話です。これは先ほどの、コンテナネットワーキングの GitHub のリポジトリに存在しています。GitHub コンテナネットワーキングの、下のスペックですね。まあ、通常僕らはその、GitHub でパンパンパンってファイルを見ると、マスターという、まあ、マスターブランチの情報が見れます。で、このマスターブランチ、これ気をつけなきゃいけないの。これは開発中であり、議論中のバージョンであって、変更の可能性は大です。つまり、何かアイデアが出てきた。何かアイデアが出てきて、こう議論していく中でスペックが変わってきます。で、これはまだ固定ではありません。例えば、その次の週に誰かが、いや、これなんか技術的におかしいんじゃねえのってツッコミがあったら、またこれも変わります。ある程度決まって、よし、このバージョン、これである程度安定化したぞ。よし、こいつにバージョンをつけて、次のバージョンはこれにしよう。っていう話の、この動いていく日々の議論の中で出てくるバージョンです。で、実際にタグ付けされているものっていうのは、タグがついてます。何を言ってるか。見た方が早いですよね。よいしょ。はい。これで見えるかな。はい。CNI スペックです。これ、マスターブランチですね。マスターブランチでタグがここにいっぱいついてます。で、これ、まあ、ここに、まあ、丁寧に書いて、丁寧かな。まあ、書いてるんですけど、バージョン、今のスペックは0.4.0です。これはマスターなんで、これは4.0でもないわけですね。で、実際の4.0のパーマリンク、つまり、まあ、URL がここにあるので、これを見ていただくと、これが4.0のスペックになります。マスターは4.0ではない。これは、おそらく4.1だったり、まあ、ひょっとしたら0.5.1だったり。次のバージョンの話になるわけです。ここはちょっと深掘りしていくと、そこでつまずきやすいので気をつけてください。ここで出てくる、スペックはマスターが入って、つまり議論中バージョンが最初に来ます。というのが、スペックの話でした。はい、次。次は何か、CNI プロジェクトを開発管理しているライブラリ。これは何かというと、CNI プロジェクトで CNI プラグインを開発する場合、または、サードパーティーってよく言われる第三者が CNI プラグインを開発するときに、いくつかの必要なライブラリっていうのを、プロジェクト側の方で用意していただいてます。これは、プラグインを作る側、プラグインを呼び出す側、両方のライブラリが存在します。これを Go 言語で CNI プロジェクトは開発し、これをメンテナンスしています。これは、コンテナネットワーキングスラッシュ CNI の下に存在します。次が、CNI プロジェクトで、開発配布しているプラグインですと。次ですね。CNI プロジェクトでは、サンプルとなるようなシンプルなプラグインを、開発し、メンテし、配布しています。これは GitHub のページだと、コンテナネットワーキングプラグインズという別のリポジトリが存在し、そこにあります。ちょっと見てみましょうか。よいしょ。はい、プラグインのウェブページです。ここで見ていただきたいのは、ここのリリースですね。リリースを押すと、今までのリリースが、まあ、ターボール、アーカイブとしていろいろ保存されてます。 CNI のプラットフォームごとですね、プラットフォームごとにあるわけですが、ここで気をつけていただきたいの、この CNI プラグイン、最新版は0.8.6となっています。ちょっと後ろに戻りましょうか。スペック、最新は0.4ですね。つまり、このスペックが持っているバージョン、そして、このプラグインが持っているバージョン、別のバージョン名は割り振られています。ですので、 CNI のバージョンって言った瞬間に出てくるのは、 CNI のプラグインのバージョンなのか、スペックのバージョンなのか。または実はこの CNI、このさっき言ったライブラリのレポジトリにも実はリリースがあってバージョンが振られています。このバージョン0.8.0。だから最新の CNI のバージョンって言われたときに、それは、0.8.6であり、0.4であり、0.8.0であるということになります。ですので、ここ、こう、なんでしょう。気軽に CNI のバージョンが差っていう人に関しては、突っ込んでいっていただいた方がいいかなと。どのバージョンのことを話しているのか。そこが、もしその、まあ、CNI やってる人と会話するときに、
CNI のバージョンがって言ってしまったときに、そこにつまずきの石は存在します。必ず CNI の何のバージョンがいくつ、めんどくさい話ですよね。まあ、めんどくさいんですけど、そういう子たちになります。ですので、バージョンは CNI、3つあります。話ですね。そういうことで CNI プロジェクトでは CNI のサンプルのプラグインも開発しているということでした。で、次、CNI のプロジェクトの外の人が開発、配布している CNI の仕様に沿って作られたプラグインというのがあります。つまり CNI は、先ほど言いましたように仕様です。この仕様を満たせば、CNI のプラグインとして形が存在するわけですね。例えば、なんだろうな。なんかパッと出てこないな。Chrome か。Chrome とかのブラウザの拡張。拡張機能の仕様は、Google が持ってます。で、僕らがそれに沿って作ると、Chrome、要するに僕は Google の人じゃないけれども、僕が作ったのは Chrome の拡張プラグインになる。そういう形で CNI も同じように CNI は仕様を提供しているので、この仕様に沿って作ってあげれば、僕の作ったプラグインは CNI のプラグインだと言えることになるわけですね。で、まあ、上の CNI の仕様を満たしたコミュニティや、まあ、ベンダーさんによるプラグインというのが存在します。CNI のページのこの下、ここにですね、Who is using CNI ということで CNI を、使うプラットフォーム側とサードパーティープラグインが山のように書いてます。サードプラグインは、もしあなたが作ってこれを出したいと思えば、これはプルリクダスト、非常に何も、ストレートに、承認される仕組みになっております。僕もいくつか出しています。で、まあ、ちょっと上から見ていくと、まあ、皆さんご存知、カリコ、ウィーブ、コンティブはシスコ、SRIOV、シリウム、今度、確かあれですね、午後に、山崎さんという方が、シリウムについて発表されるはずです。インフォブラックス、これベンダー系、マルタス、ロマーナ、CNIG に、ヌアージ、シルク、知らないな。まあ、いや、知らないというか、リネン、ブイホストユーザー、アマゾン ECS と、アマゾン ECS でも CNI が使われています。ボンディング、オーブン、クバネテス、ジュニパー、コントレール、タングステンファビープ、ニッター、ダンム、VMINSX、シエナラードオーバライド、ターウェイ、知らないですね。まあ、シスコ、キューブ OVN、プロジェクトアントレア、OVN4NFV、クバネテスプラグイン。OVN、OVS を使ってるやつだけで、これそうですよね。OVN4NFV、プロジェクトアントレア、これ確かそうですよね。キューブ OVN、あともう一個、オーブン、クバネテス。四つ。まあ、いろいろありますねっていうことで、本当にまあ、いろんな方がいろんな形で開発している。そういったプロジェクト、CNI のプラグイン。これも CNI と言われます。ですので、こう、気をつけなきゃいけない。だから CNI っていう言葉っていうのは一つ、まあ、パッと言うだけなら3文字なんだけれども、この中に、こう、の意味っていうのは、その文脈とかによってかなり、異なったりするので、下手するとその CNI について他の人と話すときに出てくるのが、そこの意味が異なる。いや、俺が言ってるのは、新しいバージョンは0.4だよ。いや、8.6って俺はネットで見たよ、みたいな話になると、人生がまあ、話がこんがらがり、人生がこう狂っていくので、なるべく、CNI のスペック、仕様のバージョンがさとか、そういう形で定義していかないといけない。これはまあ、だから、技術的な話というより、コミュニケーションの話ですね。しっかりと理解していきたいなと思います。まあ、しかし、面倒いっちゃ面倒い。という話でした。次はですね、CNI の機能の話です。CNI、まあ、先ほど言いましたね、コンテナーにネットワークのインターフェースを追加するんだけど、これは誰が使う、呼び出して、誰が呼び出されて、どういう情報が途中途中でやり取りされていくのか、こういったところをここから説明していきたいなと思っております。どうも。はい。CNI って何をするの？先ほど言いましたように、コンテナーにインターフェースを追加します。イメージ的には、例えばその、皆さん知ってる Kubernetes ですね。例えばユーザーが Kubernetes Create で何たらかんたら pod.yaml ファイルを作ります。で、しばらく経つと pod が立ち上がりました。Linux、まあ、いくつかのノードの中の一つに Linux が動いてて、その中に pod というのが立ち上がります。pod の中にはプロセスで EngineX があって、あとインターフェースが ESA0 とループバック、これが出てくると。そういうようになってくるっていう形ですよね。で、これをちょっと順番に説明していく中で、どこで CNI が呼ばれていくかをちょっと説明させてください。まずはじめ、立ち上がった時に、
Kubernetes はクイブコントロールで投げた A リクエストを Kubernetes の API サーバーが受信し、その後スケジューラー等々によって、だいたい詳細情報が決まった後に、Kubelet と言われる、サーバーが、各ノードにあるので、そこが、コンテナを立ち、ポッドを立ち上げようとします。ポッドとは何か、というと、ポッドプロセスが立ち上がる前に、まず、ポッドになる前に何かをこうカーネル内で用意するんですね。何かって一体何かっていうと、コンテナランタイムが使うための、Linux カーネルのネームスペースです。各リソース、ファイルシステムとかプロセス ID、ネットワーク、ユーザー情報等を、コンテナのホスト情報から別の、独立したネットワーク空間、独立したファイルシステムの空間、そういったものを作って、それをプロセスに結びつけていく。そういったことをやることがコンテナを作るということになるわけなんですが、そういうのを作っていきます。ファイルシステムとか PID とかの、独立した空間を作ります。作ると何が起きるのか、何も入ってないということですね。新しく作ったものには何も入ってない。ですので、そこに必要なものを入れていくわけです。例えば、プロセス空間、ユーザー名、ユーザー0っていうのは、実行できないので、ルートを追加します。このルートっていうのは、そのコンテナホストのルートとは異なることになってるから大丈夫と。で、コンテナイメージを展開し、それをその、ポッドになる前のそのファイルシステムの空間にマウントすると。で、それと同時にネットワークインターフェース、先ほど言いましたイーサーゼロとループバックっていうのを追加しなきゃいけない。これを行います。ここですね。このネットワークのインターフェースを追加する。つまり何もないポッドからイーサーゼロとループバックを追加するというところ。ここを CNI が担うことになります。で、その後はプロセスに必要なリソースが揃った後に、Kubernetes だとイニットコンテナともありますけど、そういったのをやってエンジン X が起動するということになるわけですね。で、ここで出てくるこのイーサゼロ、Google の GCP、Amazon の、Kubernetes、または、弊社の OpenShift、全部ネットワークの構成違うわけですよ。だから、ポッドになる、ポッドにあるイーサーゼロ。もっと言い換えてみると、コンテナで、立ち上がった時に出てくるイーサーゼロ。このイーサーゼロは、そのプラットフォームごとによって違うわけですね。物理ミックが本当に刺さってるかもしれないし、IPVLAN っていう、MacVLAN とか IPVLAN というより仮想インターフェースかもしれない。または、Cisco の ACI だったり、OpenV スイッチの中で作られた Open インターフェースなのかもしれない。そういったものを逆に、作る側としては、その物理ニックでやるために全部コンテナのシステムを作るっていうのはしんどいので、そこをこうプラグイン化しておきたい。だから、Kubernetes は Kubernetes で作るけれども、ネットワークインターフェースの、作る処理に関しては外出ししておいて、いろんな人が作るようにしておく。そうすることによって、同じ Kubernetes でもいろんな多様なネットワークをサポートする。そういったことができるようにするというのが、CNI がやっていることです。で、実際 Kubernetes だけじゃなくて CNI どこで使ってるのっていうと、プロジェクト、先ほど言いましたページですね。ここに書いてる。ここの上の方に書いてる。このコンテナランタイムっていうのが使っています。上から見ていくと、ロケット。先ほど言いました CoreOS のソフト。Kubernetes 先ですね。OpenShift は Kubernetes にこういろんなものを入れてるものなので、OpenShift をもちろん使っております。クラウドファウンドリー、アパッチメソス、アマゾン ECS、シンギュラリティ、これハイパフォーマンス、HPC とか、AI とか、そういったところに使われている。またオープン SVC、結構メジャーなところも含めていろんなところが使っているものになりますね。ですので、CNI というのはこう、コンテナを管理するソフトが、使って、コンテナにネットワークインターフェースを追加するための仕様とかを提供していることになるわけです。次ですね。CNI の機能。CNI はどうやって使われるの？ CNI ってどうやって設定するのか？ここら辺をちょっと説明していきたいと思います。先ほど言いましたような、に、CNI はどうやって使われるのかっていうと、いくつかの形があります。今日話しする後で説明するポッドマンは単一のソフトですよね。
ポッドマンで、えいってこうコンテナを実行するとインターフェースが CNI に使われて作成されて読まれていくということになります。で、Kubernetes だとめんどくさい言ったらいかんけど、まあ、フレキシブルなことをやるために、いくつかの、レイヤーが存在します。例えば、キューブコントロールで、どこか、まあ、クラウドの中、クラウドの外、いろんなどこかから、Kubernetes コントロールで、API サーバーに受信。で、その後、キューブスケジューラー等で、起動するノードの指定とかがババンバンと決まって、その後、実際にコンテナを起動するノードで、キューブレットが起動す、が受信、が、クライをどっかを使って起動するということになります。ここで、で、僕らがやり、お話ししたい。今日僕がお話ししたいのは CNI の話なので、まあ、この場合は、もうちょい抽象化すると、まあ、外側から、キューブレットにお前はコントロ、えー、このコンテナを起動しろという依頼が来て、それをコンテナを起動するという、ちょっとそこら辺まで簡略してお話ししていきたいなと思います。まず一つ目、ポッドマンの場合からですね。先ほど言いましたように、ポッドマンの中には、に全て入っています。で、ポッドマンで、プロセス、コンテナを起動する際に、ポッドマンの中には OCI-CNI と言われるライブラリが存在します。OCI-CNI は、これ自身はクライオという、プロジェクトが管理しているソフトなんですけど、つまりポッドマンはクライオの OCI-CNI というライブを使っています。OCI-CNI は CNI が持っている libCNI というライブラリを呼んでるんですね。入れ子構造になってるわけです。だから、ポッドマンはコンテナを立ち上げるときに、よし、ネットワークを入れようと思うと、OCI-CNI を呼びます。OCI-CNI は、まあ、いろんな作業をして、その途中で CNI プロジェクトが管理している libCNI を呼びます。libCNI そのものが、指定された CNI プラグインを実行するということで、多段な形でインターフェースを追加するということになります。先ほど言いましたように、まあ、リソースとしては、ポッドマンはコンテナーズポッドマン。で、OCI-CNI は、クライオのところにあると。で、別のプロジェクト、別のオーナーが管理してるわけですね。で、CNI は、libCNI は GitHub コンテナネットワーキング CNI に存在する。ですので、これは結構リレー的な形で複雑にやり取りされることになります。次、Kubernetes の場合ですね。さっき言ったように、キューブコントロールとか API サーバーの話はここは省略します。まあ、コントローラーがいろいろやった後に、そのコントローラーから依頼が来るわけですよね、キューブレットに。で、これ2つのケースがあります。先ほど言いました、Kubernetes では、どういったコンテナランタイムを使うかっていうのは、ユーザーとかプラットフォームで決めていきます。ここでは、まあ、基本、そこそこ有名な、キューブレ、えっと、クライオと、またもともと存在するドッカーシムとかを使ったドッカーですね。の両方を説明していきたいなと思います。じゃあ、まずはじめに、クライオの方ですね。クライオの方は、先ほどあった、ポッドマンと非常に似ています。つまり、キューブレットがクライオにコンテナを起動実行すると、OCI-CNI、クライオが持っている自分のライブラリを読んで、そこから libCNI。これは大体同じパスで飛んできます。で、CNI プラグインを呼ぶと。で、結構面白いところで、があるのが、Docker の方です。Docker はキューブレットが Docker のランタイムに対して、コンテナの作成を依頼します。Docker はその時点で、ネットワークゼロの状態でコンテナを作成するんですね。つまり、インターフェースは Docker が起動して、処理が終わってキューブレットに帰った後に、見ると、コンテナにはネットワークは存在しません。イーサーゼロなし、ループバックなしです。じゃあ、その後どうするのっていうと、その後に、Kubernetes のキューブレット、まあ、正確にはドッカーシムと言われる、ドッカーを呼ぶためのルーチンですね。そこで、再度、まあ、そこで libCNI を呼ぶということになっています。もしこのあたりを確認したい場合は、Kubernetes で、Docker ランタイムを用意した Kubernetes でポッドを起動した後に、そのノードから Docker コマンド。Docker コマンドでターゲットの、コンテナをインスペクトコマンドで中を見ると、ネットワークがない状態になっています。これは結構面白い話ですよね。なんだろう。フレームワークと、実装っていうのが若干こう、微妙にハックしてる。そういう感じをします。
で、CNI って、まあ、そういった形で、まあ、まとめてみると、コンテナランタイムが CNI を呼び出すライブラリである、まあ、主に libCNI ですね。両方ともやっているのは libCNI。CNI プロジェクトが持っているライブラリを使って CNI を実行するということをやっています。じゃあ次、ここですね。libCNI と CNI プラグイン。ここの関係をちょっともう少し深掘りしていきたいと思っています。CNI プラグインがどうやって実行されるのか。で、どうやってそれを、僕ら、ユーザーは設定するのか。で、CNI プラグインが実行して実行結果を返す。ここでどういった情報がやり取りされているのか。そういったところをお話ししていきたいなと思っています。まずはじめに、まあ、先に言いましたように、libCNI が呼ばれたと、libCNI はいろいろなことをやった後にプラグインの実行をします。で、その次に CNI プラグインは実行されて仕事をした後に実行結果を返す。libCNI から CNI プラグイン。で、に、命令が来て、結果は CNI プラグインから libCNI に返ってくる。で、これ、この流れっていうのはどこで書いてるのかっていうと、先ほど言いましたスペックですね。スペック。これ。これに大体書いてます。大体と書いてる、大体と言ってるのは何か。これは後で説明します。大体書いているということです。で、バンと。まずはじめにプラグインが実行ですね。プラグイン実行するときに、ちょっと、トップ、ダウン的な、つまり何をやり取りするのかっていうのをちょっと抽象化した形で考えていきましょう。インターフェースを追加するときに何が必要なのかって。libCNI 側からすると、インターフェースを追加したいのか、削除したい。つまり、ポッドを起動するときは追加ですね。ポッドを削除した場合は、インターフェースを削除しなければいけません。ガベージコレクションですね。いらないもの、リソースは消さないといけないので、そういったことをやらなきゃいけません。だから、命令のアドなのか、デリートなのか、これは結構必要です。で、ネットワークの設定情報。じゃあ、追加するネット CN、インターフェースは、どんなプラグインを使って設定するのか、どの IP を割り当てるのか。で、まあ、はたまた、イーサゼロって毎回僕ら言ってるけど、本当にイーサゼロでいいの？例えば、その、ポッドマンでやるときに、俺は、いや、イーサゼロじゃなくて別の名前にしたいんだ。例えば、ネットゼロ。そういったことも、CNI では可能だったりするんですね。どんなインターフェース名で、これも指定可能です。で、っていうのを僕らユーザーは伝えたい。で、それと同時に、じゃあ実際にポッドを、ポッドをつまりコンテナにネットワークインターフェースを追加するときは、カーネルでの、カーネル、Linux カーネル内で、その今作られようとしているコンテナが一体どんな情報、どのコンテナなのか。つまり、通常、コンテナホストがあった時に5、6個とか7個、8個コンテナが立ち上がってる。そのどれが今作ろうとしてるやつなのか。これも CNI を呼ぶ時に教えてあげなきゃいけない。まあ、Kubernetes の場合はそれの他に、例えば pod の名前とか pod のネームスペースっていうのも欲しかったりしますね。ですので、このあたりの情報っていうのをどうやって CNI が渡してるのか。このあたりをこれから説明したいんですけど、非常に簡単です。手法としては、皆さんが Linux で実行する、シェルから実行する、あれそのものですね。つまり、プラグインに渡されるものは標準入力、スタンダードインプット、あとエンバイロメントバリアブルになってます。まず標準入力の方ですけど、CNI の設定ファイル、これはコンテナラ、要するにこれが僕らが設定するファイルですね。CNI の設定ファイルというのが、用意されるんですけど、それはコンテナランタイムで、どのファイルかっていうのは決めることになっています。例えば、Kubernetes だったらとか、Podman だったら。で、主に、まあ、慣習的な話で言うと、大体がエトセ CNI.net.d というところに、保管されるんですけど、JSON ファイルとなってますが、この中身がそのまま標準入力に渡されます。で、さっき言ったインターフェースを追加するの、削除するのっていうのは、環境変数。バッシュとかだったら、エクスポート、パス、イコールとかで皆さん設定すると思うんですけど、そういった環境変数で指定していきます。CNI の、インターフェースの追加削除なのかは、アドかデリートかチェック。チェックっていうのはまた、最近追加されたんですけど、要するに起動しているコンテナが、の方のネットワーク情報が変わってないか、そこら辺を実はチェックするような仕組みが追加されました。これを、要するに定期的に、要するに、ポッドが立ち上がる。アドで作られる。で、その後バン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 お仕事していくわけですけど、定期的にこのチェックが呼ばれて、
このリブ CNI が、おいおい、ちょっとお前のネットワーク、普通に動いてる？アドレスとか変わってないよねとかいうのをここでチェックする。で、チェックして、もし違ってた場合には、リブ CNI は、上のコンテナランタイム、例えばポートマンとか、Kubernetes 側に、ちょっとこいつのネットワークおかしくなったんだよっていう話を通知する。通知した後どうするのっていうのは、これ各プラットフォームごとによって依存するんで、こういうことが実行されますっていうのは実はまだない状態です。Kubernetes の場合だったら確かエラーが起きるのかな。そういうようなところ。まあ、インターフェースを追加するのか削除するのかっていうのが CNI コマンドに存在し、コンテナ ID。これが先ほど言った、じゃあ、これはコンテナの、まあ、アイデンティファイアですけど、実際にネットワーク、インターフェースを追加するときに使うのは、この CNI ネット NS という。だこの二つっていうのがどのコンテナなのかを指定する意味になります。実際に、使われるのはこの CNI ネット NS がメインですね。そういったところがここに環境変数に入ってきます。で、さっき言いましたように追加するインターフェース名。これが CNIIF ネームという環境変数に入り、まあ、あと、CNI に付随する情報というのが、まあ、CNARGS というもので入ったりします。これは実はそのスペック的な話で言うと、ちょっと古い形になって、今のトレンド トレンドじゃないけどさ、まあ、トレンドみたいな話になると、これは標準入力の方に降ってくるようになってるんですね。そういうのがあります。で、まあ、CNI パス。この CNI、呼ばれる CNI プラグインが、まあ、どういったところに入ってるかっていう話を、ここで設定します。これは慣習的には大体なんか OptCNI ビンっていうところか、ユーザーリブエグゼック CNI というところに大体入ってますが、ここは大体その先ほど言った、まあ僕らユーザーからすると、Kubernetes とか、Podman 側で設定変更できるあたりにはなっています。次ですね。じゃあ実際に、プラグインを実行するところになります。これ自身は、上でさっきのやつをまとめて、実際にやってることをこうユニックスコマンドで表してみると、まあ、エクスポートで全部知って設定した後、CNI プラグインに出力を投げる。だから実はその、なんだろう、GRPC とかああいったものと違って、非常にこう分かりやすい。じゃあ分かりやすい。ユニックス、リナックスを使ってる人からすると、至って自然な形での、プラグインというのが実行される。これは結構面白い話だと思っております。で、次、ここで言ってた、ここというのはこれですね。プラグインに渡されるための標準入力に行く。僕らユーザーがどういったプラグインを設定するのか、実行したいのかというのを伝えるものが JSON ファイルになるんですが、そこの説明をしたいと思います。これと言ってるのは、ここからここですね。ここからここまでの、これ JSON ファイルというのがその設定ファイルになります。ファイル名、ここでは 00flannel.conf ということにしていますが、ここで重要なのはこの conf ですね。ここの CNI のライブラリ、libcni 側が、これスペックに書いてないところなどはあるんですけど、conf か conflist、この2つを使うっていうのを前提に考えています。だから、例えば、俺が作ったやつは、00フランネル、マイコンフにしたいんだっていうと、いや、それはちょっと動かない。必ずコンフ。これが前提になってます。気をつけてください。はい。で、ここですね。はい。各行が一体何をしているのかを説明していきたいなと思います。ここですね。ここ一番最初、これはコンフィグの名前を指定します。ここではマイフランネルですね。まあ、ディレクトリ内では、さっき言ったエトセ CNI ネット D っていうディレクトリにこのファイルを置くわけなんですけど、その中のディレクトリでは、これは必ず固有にしておくのが大切です。それは何でかっていうのは後で説明していきます。ただ、ここで思っていただきたいのが、この瞬間、ここにネームが入った瞬間、このファイルっていうのは2つの ID を持ちますね。ファイルネーム 00flannel.conf っていうのと、このコンフィグの実際の名前、コンフィグ、CNI コンフィグが持っている名前。CNI コンフィグファイルの名前と CNI コンフィグファイルが持っている名前。00flannel.conf なのか、myflannel なのか。そういったところが結構ややこしくなります。2つある。必ずこれは意識しておいてください。後でこれが区別になります。次。で、使用する CNI のバージョンです。スペックのバージョンになっています。ですので、最新は、ここのスペックにある0.4だし、0.3.1、0.3.0、0.2.0、0.1.0、このごたくになっております。この
スペックごとに、要するに、どん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 更新されていく中で、新たに導入したパラメータ、消えてしまったパラメータとかがありますので、僕が呼ぶ、設定ファイルというのは CNI バージョンのこれなんだよっていうのを伝える必要がある。だからこれは必ず入れる必要があります。で、最後、タイプですね。ここには使用するプラグインの名前を指定します。これはプラグインのバイナリのファイル名ですので、ここでフランネルってやった場合は、こういう感じで実際はフランネルが呼ばれる。だから例えば、僕は、フーバーというプラグインを実際に実行したいんだって言ったときには、ここがフーバーに変わるということになります。で、これで設定をすると、設定をして、コンテナを作成すると、フランネルはインターフェース作成と IP アドレスを設定して、コンテナを起動することになるわけですね。で、ちょっとこれが複雑な話になった場合っていうのをちょっとここで説明します。ここですと、さっきのあれと若干違いますね。ファイル名は、ここら辺は同じですけど、新しく追加されたのがこの3行になります。で、タイプも、名前が変わってますね。で、一体何なのか。タイプについては先ほど説明したように、MacVLAN。これは MacVLAN というプラグインを起動するということになります。で、マスターですね。ここは、この MacVLAN が、パラメーターとして持つ情報っていうのをこの下に書いてるわけです。ですので、MacVLAN、ちょっと一回 MacVLAN 見ましょうか。CNI じゃなくて、プラグインズ。MacVLAN は CNI のプラグインですので、プラグインズメインっていうところに、ここに MacVLAN っていうのがあります。で、オーバービューとか、いろいろあるんですけど、ここですね。ネットワークコンフィグレーションリファレンス。このプラグインが設定できるパラメーターは、ここですよっていうのが、ここで説明されています。一つ一つのパラメーターに対して、リクワイアードなのか、オプショナルなのかがついてるわけなんですが。これで、ここのマスターですね。ここのマスターを、ここで設定しています。これ、何を意味するかというと、MacVLAN のインターフェースを、この Ether0 ベースの下に MacVLAN インターフェースを作ると。だこれは CNI の設定だけど、MacVLAN 特有のパラメータになっています。だから、例えばこれが別のプラグインになると、別のコンフィグ情報がここに降ってくるということですね。っていうのになります。で、次、IPAM っていうのがあります。IPAM といったら一体何なのかというと、IP アドレスマネジメントの略になっていて、IP アドレスの管理に使用する、設定ブロックです。この MacVLAN ESA0 だけやると、インターフェースは作られるんですけど、IP アドレスは振られてこない。IP アドレスをどうやって指定するのか。それはこっちになります。IPAM がある場合は、IPAM にも同様にタイプがあります。タイプ。これは一体何なのかっていうと、IP アドレスを管理する専用のプラグインっていうのをここで設定するわけですね。例えば、プラグインズ。先ほど言いました CNI のプロジェクトだと IPAM というセクションがあって、IPAM には DHCP ホストローカルスターティックという3つが存在します。このうちのどれかを呼ぶということになるわけです。で、ホストローカルって言ってるのは、そのホストで管理しておいて、このサブネット10.0.0.0すら16から、だいたい1から10に割り振られていくんですけど、それで割り振られていくということになります。この場合だと、MacVLAN プラグインっていうのはインターフェースの作成だけ行う。ホストローカルプラグインは IP アドレスの設定を行う。だからさっき言ったフランネルの場合、フランネルプラグインの場合だとインターフェースと IP アドレスを両方ガチャンと両方やってくれるんですけど、それを個別にすることができるということになります。例えばそのフランネルは IP アドレスをもう自分で独自に SDN で、フランネル専用の空間とかを作っていくわけなんですけど、そうじゃなくて本当に MacVLAN とかの場合ですと、自分が、そのイーサゼロに設定したアドレスと同じサブネットにしたいっていうのはありますので、それをこういった IPAM で実装するということになるわけですね。次、ややこしい話。もう一つややこしい、複雑っていうのが一個あるので説明すると、これですね。さっきのものと比べると、長くなったっていうのも重要なんですが、ここですね。コンフではなくてコンフリストというものになっている。ここが一個大きな違い。そして、ここのプラグインズというのがあるというのが違いです。ここのセクション。これは同じです。ここからここは同じです。新たにプラグインズっていうのができて、これが配列になって複数のブロックを持つことになりました。で、複数あると何が起きるのかというと、1
米を処理した後、つまりここでは MacVLine インターフェースを作って、IP アドレスを割り振った後、次のプラグインというのを呼ぶことになります。次のプラグイン、これチューニングっていうんですけど、チューニング自身はまた同様に CNI のプラグインであります。メタっていうところですね。メインがインターフェースを生やす。IPAM は IP アドレスを作成する。メタっていうのは一体何のか。まあ、その他って言っていいんですけど、例えばそこでチューニングっていうプラグインを見ると、チューニングプラグインは MTU とか、インターフェースにまつわるシステムコントロールを変更することができます。今やってるのはこれですね。インターフェースアトリビュートオペレーションの MTU ですね。あと、MAC アドレスとかプロミスキャスモードとかの設定もここで可能なんですが、ここです。だから、この場合、スライドの場合だと、MacVLAN を作って、IP アドレスを割り振って、MTU を1454に変えるところまでをここで実装しています。そうすると、というのがここの違いですね。そうすると、ここをもう一回まとめてみると、MacVLAN はインターフェースを作り、で、IP アドレスを割り振るのはホストローカルプラグイン、別のプラグインがやる。で、その後、インターフェースの細かいその MTU の設定はチューニングプラグインが行う。だから、フランネルの場合だと、オールインワンパッケージでバシッてやるところが、この3つのプラグインでやると。こういう、なんでしょうね。協力的にコラボレーションしてやって、設定するということができます。あと、先ほど言いましたように、こういうプラグインズを使った場合ですと、ここのコンフはコンフリストという名前じゃないと、設定が、認識されません。これ、スペックとかに書いてないんですよね。なんでだろうっていうのはあるんですけど、これは気をつけてください。で、さっき言った CNI プラグインは何を使われるのか、何言ってるか。エトセ CNI ネット D にディレクトリがあるわけですけど、そこに、複数のファイルを置いたとき、どのファイルが使われるかっていうのは、各コンテナのプラットフォーム装置によって異なります。例えば、その Kubernetes Docker だったらば、アルファベット順で一番来る、最初に来るファイルを使いますし、Cryo、じゃあ、Kubernetes で Docker ランタイムの場合は最初に来るファイル。Kubernetes で Cryo を使った場合、これは一番最初に置いたファイル。で、ポッドマンの場合だと、これはまあ自由に後で設定できるということなんですけど、これが異なるので、これは気をつけてください。プラットフォームが変わると結果が変わると。お、そろそろ時間ないね。パパッと行きましょう。で、先ほどの、あれで CNI プラグインが実行されました。で、結果がまあ JSON で、実は libCNI に渡されて、その情報が上というのは Kubernetes のキューブレットだったり、ポッドマンにやってきて、IP アドレスが何だよというのが出てきます。で、じゃあ実際にちょっと CNI を使ってみようかなと思います。まあ、ポッドマンっていうのを使います。なんでポッドマンなのかというと、まあ、CNI のコンフィギュアテストがしやすいのと、まあ、ポッドマンは簡単に、Kubernetes のように10分、20分かからずに基本インストールができるからですね。あと、ポッドマンというのは一体何かというのを説明すると、まあ、Docker みたいなものです。まあ、同じことができます。さて、ターミナルをここでちょっと設定しました。これで、共有できてますかね？大丈夫かな？先に、このターミナルでは、フェドラの32最新版をインストールしています。ポッドマン、ランコマンドというのを実行すると、まあ、コンテナが立ち上がります。まあ、至って自然。例えば、こうやって、普通に何も考えずに設定すると、インターフェースができる。ここ、イーサ0じゃなくてタップですね。これの場合、ポッドマンのいいところっていうのは、ポッドマンはドッカーと違って、デーモンを持ちません。ですので、この場合は、その最近、コンテナ界隈で使われている、ルートレスコンテナというので使われることになります。だから、これだとうまくいく。これの場合は CNI で実際ないということですね。実際に起動する場合には、CN-ネットワークというオプションを指定します。で、このポッドマン。このポッドマンが一体どこにあるかというと、ネット D のここですね。87ポッドマン。ここ。先ほど言いました、設定ファイルが持っている、ここのネームフィールドの名前が、このネットワークのところにやってきます。だから、ここでポッドマンと指定すると、ポッドマンで起動しますし、ここの MacVLAN コンフを呼びたい場合には、MacVLAN コンフが持っている、
この MyMac VLAN というのを呼ぶということになります。ちょっとだけ。そうすると、さっきと違ってイーサゼロというのができています。これ自身は -D。ブリッジに作られているバーチャルイーサーになっているわけですね。そういったところがあります。だから、ここで設定するのは、ファイル名ではなくて CLI のコンフィグが持っている自分で設定したファイルの中にあるパラメータの名前です。気をつけてください。ということで、ここまで、アジェンダでバーッと説明してきました。この後、どういうことができるかというと、ポッドマンを使って、皆さんでそういうプラグインをいろいろ立ち上げていただけばいいし、他にも仕様のドキュメントが存在します。コンベンションズというところにいろいろありますので、それを見てください。CNI ツールっていうのを使うことによって、今まで説明できなかったんですけど、ケーパビリティズ、ランタイムコンフィグとか、そういった別の、CNI 特有の新たな仕様っていうのをここで試すことができます。こういうのを使ってみると、また奥が深い、またより新たな形が見えるのかなと思います。で、ここのコンテナネットワークプラグインのコードとかを読んでみれば、これシンプルなので比較的読みやすいね。どういったことが実際の中で行われたか見えてくる。で、またいろんな人が使っているプラグインを使ってみることで、自分はこうしたいんだとかそういうのが出てくるかもしれません。それをこう契機に皆さんが、こうエンジニアリングライフ的に、もっとこう充実した新たな世界というのが見えていただければなと思います。ちょっと遅れてしまいましたが、以上になります。はい、林さん、ありがとうございます。ちょうど時間になりまして、質問は特に来てないんですが、ツイッターの方でコメントはたくさんいただいてますが、結構ネットワーク難しいなとかっていうコメントだとか、ビギナーズというタイトルをひらがなにしても優しくならないぞ というコメントを辛辣なコいメンたトあだきりがまとうすごが、ざいまあ、突き抜けて素敵ですっていうことでした。はい。それでは、こちらで、終了したいんですが、この後、スペシャルチャットの方とかって入られますか？お昼、そうですね、12時ちょいまではまずいた後、お昼過ぎてからまたちょっと滞在しております。そうですね。だから、これからちょっとと、あと1時以降というイメージでいただければなと。わかりました。じゃあ、もし、ご覧になっている方で質問等ある場合は、スペシャルチャットの方で、林さんを探してみてください。あと、ツイッターとかの S1061123 で、ツイッター、GitHub を見ていただければ、E メールアドレスとかもありますので、そこからベースで送っていただければなと思います。ありがとうございます。改めまして、林智文さん、素晴らしい講演をありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。